シンプル N は NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品フォーマ N600i のブランド名である。海外で売られている N600i と同名であるが別製品である。シンプル N は装備や機能を潔く選別し小型化、低価格化を図った端末製品群シンプルシリーズの一つ。機能を音声通話、テレビ電話、 アイモードメールアイアプリといった基本的なものに絞った上で国際ローミングサービスワールドウィングに対応 GSM GPRS ネットワークを利用できる形状を折りたたみ式とし9 2 4 0 4リ9 2 m、mm、m の大きさはフォーマ通話端末中で最小であった機能や装備をシンプルなもののみとした低価格帯製品でありながらもその意象には 大変凝らされている。特に開いた時のヒンジ部付近で形成する緩やかなカーブが美しい。側面からはこの曲面部分がアルファベットの N にも見えることから N ラインと名付けられた。カラーバリエーションはレッドホワイトブラックの3種類。いずれも底面をマット処理が施されたシルバーとしたツートンカラーで、その底面以外は光沢処理が施されている。 他のフォーマ端末が続々とクブがなど、高精細な液晶画面を搭載する中、シンプル N のディスプレイは1.9インチ176、220ピクセルの TFT 液晶という、控えめなものである。ディスプレイ下部には31万画素、CMOS カメラが内蔵され、テレビ電話が可能。また、液晶側の背面にも31万画素、CMOS カメラを配置。バーコード、 QR コードの読み取り機能は見送られた。アウトカメラ上にある三角形は着信時などにおいて明滅するイルミネーションである。サブディスプレイや赤外線通信ポート、外部メモリーカードスロット、フェリカは搭載しない。ボタンは円形で統一され、小型化によるスペース確保の都合上、通話ボタン、切断ボタン、左右ソフトキーは番号ボタンよりも小さなものとなった。 同様の理由により、一般的にはその中央に設けられる、クリアボタンが省略された。NEC 独自のポインティングデバイス、ニューロポインターも搭載していない。これまで、NEC 製端末では日本語入力システムとして、TQ を採用していたが、シンプル N ではそれに代わって、変換精度の高いジャストシステムの ATOC と、同社性予測変換機能は POT を搭載した。多機能化した。 携帯電話を使い慣れていると、シンプル N は、着信音、iApple アア等の対応が少なく使い勝手に苦慮するかもしれない。しかし、携帯を通話、メールを主に使うのであれば、デザイン性にも優れていて、無難な選択と言える。多くの装備や機能を省略した結果、操作に対する反応速度が、これまでの NEC 製端末とは一線を画す、軽快なものになっているとは、 皮肉なことである。ありがとうございます。